い。やってまいりました、やってまいりました、来た。ちょっとなんとか決勝にと思って大量。まあそれでも強いけどね。大量高校でいいのかな。来た。目をつけていただいて、いいぞいいぞ、早く私に戻るので、ということで。メインステージ。これメインステージ一択だと思う。他のところはね、結構ね、なんかよくわかんないことになっちゃうんだけど、メインステージだけはマイナスにならないね。うん。さあ、どうだ。優勝ね。さあ、そして来た時やってきた。ついにフェスの頂点が決まる。やべえ、決勝まで来ました。なんとか、大会5日目。なんとか、決勝まで来ました。おはよう、矢部くん。よく眠れた。決勝ついてきて。よし、いつも勝手に、勝てるんだ。それで、能力。微妙いね。微妙いね、まだまだ。まだまだ微妙いけど、まあ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 。どうしようか。まあ、とりあえず、技術と変化球ポイントをなんか他に振り分けられないかね。すごい変化球ポイントだけさ、200とか300とかどうせ最後まで残っちゃうわけでしょ?これ納得いかんけども。なんとかやりましょう。最後。ついにここまで来た。さあ、ついに決勝まで来たチャレンジ。その相手もすでに決まっている。黒獅子重工。これあれじゃん。俺がやってた時に一番強かったやつじゃない?なんとか、なんとか党、なんとか党みたいなやつ。つい決勝だ。ゴー、このシナリオ一体か、ぬは社会人再起用、それこそ黒市場社長、なんていいやつか、見たところ、お前たちの中で一緒にうさぎを楽しむ全力で、黒市場めっちゃ、シャーみんなが試合始まるぞ。また一緒に、ということで、なんとか決勝、マネージャーの、来た来たマネージャーパワー来た。これはあるぞ。しかし、こちらもかなり調子悪い。どうしよう、松崎鋼乙女。これでいこう。いやー、どうだ?ついに来ましたよ。ついに決勝戦。お願いします。ここまで来たらもう行くっきゃない。ヘリが来てね。まあ、決勝までは来たことあんのよ、マジで。その時アンドロメダだって。アンドロメダね。アンドロメダダメだった。ついに初代王者パワーフェス決勝ということで。さあ、丁寧に行こう。丁寧に行こう。まあ、相手の調子が悪いからね。打たして取ってもいいのかな?どうなんだろう、黒獅子重工。多分ね、黒獅子重工は、アンドロメダより弱いと思いますね。いや、どうだろう。どうだろう、これ。このピッチはちょっと、そんな大したことなくね?あれ?いや、打てそう。まあ、しかも、絶不調だから、これいけるでしょ。いやー、しかし、ちょっとね、緊張して手出しちゃうんだよね。セーフセーフ。それた。これが絶不調パワー。お願いします。打てる。うわー、くそー。くそー。しかもこのね、R1 と、ストレートとか打てそうな球来たら、R1 とバッツ同乗しての、ニコ生の人が教えてくれて。よっしゃー。危ねえ。いやー。もう打てたー。次、どうしよう。どうしよう。狙い玉?打てる。よけた。オッケー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 。よし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 。二塁三塁、二塁三塁、二塁三塁、二塁三塁。よっしゃー。あるね。あるね、これ。友沢。さあ。これもあれなのか。まあ、コントロール C だし、ゼフチョで能力下がってみたいな。やるよ。これね、一歩、一方向 ?OK! やったー勝ち確やろ、これ友沢やってくれたで興奮して、ツバが出ちゃったよ。よし、よし、よし。とりあえず、社長パワーへ。打たして取る?オッケー、結構振ってくるな。あれ?勝っちゃうの俺。3 回。まだノーヒットかな?ヒットどうだったろう?ノーヒットだ。後ろのあの電光掲示板。来い。オッケー。あれ、相手、めっちゃ調子悪くない?全然打ってこないんだけど。あるね。来い来い来い。カモン。ヘイ。ヘイ。三塁一塁。オッケー。これは、取れる。まずワンアウト。まずワンアウト。オッケーオッケー。頼むよ。頼むよ、マジで。イケイケで行こう。もう乗っていこう。こっちは乗ってる。あっちは乗ってない。ちょっと危ないな。ヒット1本出たらアウトだもんね。うわ、危ねえ。これで真ん中とか来られたら終わってたよ。おー。やっぱコムにはこういうの通用しないね。最後ズドン決めてやる。いやー。打ってくるなー。カーブ。どうだ？うわー、危ねえ。怖いんだが。ストレート！いやー。早いんだ。振りが早いんだ。おー、オッケー、ナイス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 、来た来た、お願い、よしよっしゃ、来たちょっとね、わかんないんだよね、パワープロ最近、また始めて、その、セーフかアウトの差がわかんないんだよね、ちょいちょい。行ったろうと思ったら、セーフだったりするからね。あ、打って。あー、結構俺マジ極めてきたよ、バッティング。マジでバッティング極めてきた。はい。しかもこれがないからね。調子が悪いっていうのがね、かなりでかい。いや、どうしよう。一発狙っていこうか。ヒットで1点2点重ねていくのか。どっちがいいんだろう。ほぉ。あ！オッケー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 。やばいな、こいつ。調子いいところで。調子いいところでこれだからね。大事なところで冒頭で。あ、ある？あ！行った！いや、行かないか！行かない、行かない、行かない、行かない。よし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 。これまた行くやん。ノーアウト 3-2?3-2? 友沢また来た！これは？落ち着け、落ち着け、落ち着け。落ち着け。まあ、1点でいい。欲を出すな、欲を。行く！うわ。ストレートと下の変化球みたいな。来たらやろ。スライダーもでもちょっと打てそうだな。あ、来た。よし！来た！友沢やべえスリーランホームランやば、あ、もう勝ち確だ、勝ち確、勝ち確キティだ、はい。はい。おし、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 おし。こいつもな、いいんだよ。まあ、いいんだけど。まあ、全然いい。全然いいわ。全然いい。あとワンアウトだもん。全然いいわ、マジで。あ、なにこれ、なにこれ、なに、あ、ちょ、走ってない。よかった、コンピューターで。対人だったら走らせてた。小杉？パワー S。パワー S やばいだろ。もう当てさせちゃダメだ。お願いします。いや、これは？よっしゃ、来た！来た！ゲームセンス！やっば！来た！優勝！おめでとうございます！勝ち進んで倒してきた仲間が一堂に会しています。来たで。来たで。経験獲得した。はい。やば。対戦相手からアイテム。ということで、とりあえずパーパーしましょうか。勝ったで。矢部くんも10。もう10になってたか。あれ？勝っちゃったよ。表彰式。チャレンジャー74。うん。わあわあ、森方、お聞きになりますか皆さん、なりやりません。パーソナル、大会なんだ、チャマくん、いや、おめでとう、ここまでの、それだ、あつ森でも、そしてわざわざ、んわざわざ。大会でやったそうですね。でも大会参加者は優勝、そうだね。負けたチームから補給選手はなかなかのもんだったよね。以上、呼ばれたところはやりな、それだけやりな、なんかそんな、なんかすごい嫌な言い方する。そうでしょう、そうでしょう。全く実に、最先中期待当たりだ、早れだまだった選手の無念の力。何言ってんだ、こいつ。敗者の無念がまさに今。え？真の巨人は他にいるんですよ。一体どこに、みんなどこを見ている。そう、ここじゃない。何言ってんの？やめさせろ、うわーって。何これ、何これ。え？何これ。グゴーゴー、グゴー、ゴワー、力だ。前から凄まじい力が溢れ出してくる。さあ、敗退したチームよ、選手たちよ。え？何言ってんの？え？今こそリベンジを果たすとき。この私の元へ集え。ガラガラビシャーン。何？来校の中から、あれは、この大会ですでに敗戦したメンバー。ふわはは。チャレンジャーズよ、聞くがいい。我こそ反逆の化身、リベンジャーズ。歯医者なんだって?ちょっとやばい、もう興奮して罰をしちゃうから、いつもの癖で。丸か。リベンジャーズの挑戦受けてもらうぞって。何言ってんのこの人。こいつが黒幕だったみたいなこと?脈略なさすぎでしょ。ダメだ、いくらなんでもこんな強敵には叶いはしない。555、待て。うわ、社長、わしらを倒したチャレンジャーズこそが王者。チャレンジャーズ VS リベンジャーズか。社長、その目の黒い時というのを見たことないんですけど。白目だからな、ずっと。俺が初めて見た時からそうだったよ。ギロリ。つべこべ抜かせないとにかく奴を倒すため。はいはい、ありがとうございます。ということで、社長が仲間になった。ほう。あと一人ぐらいいないの。社長だけ?社長だけだっけここ。うん。やべえな。どうしよう、俺。怖いんだが。素直に。素直に怖いんだが。はいはい、上がって。社長の仲間が、ついにボスまで来た。ボスって書いてあるよ。ボス、これどうなってんの?とにかくひるんじゃダメよ。ってことで。始まりました。リベンジャーズ。めっちゃいいとこが、録画できてなかった。なぜこんな真っ黒い奴らが出てきたかっていう、めっちゃいいところが、録画できてなかった。さあ来い。めっちゃかっこよかったんだけどな、あそこ。相手のミスを誘っちゃえと。いやー。でもね、これわかるかな?ちょっと雷とか鳴ってね、かっこいいんだよね、なんか。もうプロ野球ゲームっていうかなんかあれだね、リアルにやろうとはしてないね。いや、乙女。お願いします。はんだね。俺が倒してきた奴らの。だからこれ、あんま強いとこ倒しすぎるとまたそれは強くなりすぎるから、弱いところに勝っていった方がまあ、いけはするんだ。まあでもそうなると経験値が低いからな。いや、怖えわ。いやでも結構抑えられる、意外と抑えられるんだけど。OK。あれ?いった?友沢!やべえ、友沢!マジで大活躍なんだけど。OK。よし。あれ結構いけるんだけど。結構打てる?あれ意外と打てるぞ、こいつ。あつ森。社長お願いします。結構ストレート主体だからな。スライダーぐらいでしょ多分。スライダー見たいんだけど。いや、いっちゃった。あ、3点入ってる。3点入ってるよ。謎に3点入っちゃったけど。あれ?これいけるんじゃない ?4-2? やべた。一塁三塁。これは三振。OK。いやー、間に合わないか。早いなー。早いな、やべた。あ、金原か。やべたバッターだ。あ、でも、三振取れちゃったよ。なんか拍子抜けだな、おい。やっぱあんま強い選手じゃないからかな。強いチームばっか。あ、来た。あ、行った。いけ。あ、無理か。二塁。オッケー。ノーアウト二塁あるよ。さあ、乙女行け。ヒッティングでいい。あ、オッケー。あ、どう。あ、いける。ちょっと一塁、オッケー。一塁ストップ。5-2。奇跡が重なってるぞ。こんなにいけないもん、やべた。もうここだからな。最後は碇守が、みんなの力を合わせて。やべた。お前を解放してやる。この光から、解放してやる。よし、来た!最後はオリジナルライジングショットだっけ?ゲームセットか、うわーっつって、うわー、あ、どうしたどうした、あのマイクが、ヘッドセットが、はぁ、はぁ、はぁ、つって、はぁ起き上がった、うわーっつって、うわーっつって、えぇーっつって、ああやばい。やばいぞ、そこ走っていくんだ。野球ボールとかじゃないの、サッカーじゃん。サッカーじゃん。おバット矢部くーん撃て、すかしたすかした、何これ情け的な、踏み潰したのか、踏み潰したってこと、どういうこと、え、どういうこと、試合から経験値を獲得した。対戦相手からアイテム。OK。チャレンジャーズ53、ぐわーって。マイクが、パーのみんなこんなバカな、なんでまたも間違えた、勝利の執念に満ちた。確かにあんたは強かった。でも俺たちチャレンジャーの見えない未来に向かって挑戦してきた。やばれた過去、何、そうか。私が過去にとらわれすぎていた。そして彼らがずっと見えてきたのは、見据えてきたのは未来。大事なことに気づいた。そうだ。そうじゃないか。私はアナウンサー、いつまでもいつまでも心の隅に残っていた過去に取られた。なんでバカな、この熱盛、胸熱。今は熱く。未来に向けて伝えできるアナウンサーになりたい。戻れる。自分の心一つなんだ。めっちゃいいこと言うやん、チャマ。チャマめっちゃいいこと言うやん。いつだって再挑戦すればいいんだよ、熱盛さん。ぐわー。うわー。ギュギュン。ギュギュン。ギュギュン。なんということでしょう。お戻った、この集まりとんでもない悪夢に心を奪われてしまっていました。しかしこの実況だけは力を振り絞ってでもこのままフルフェイスよりまごうことなき優勝チーム、それはやはりパワーフェイスチャレンジャーズ君たちだ、わー、あ見るでやんす、どうした、何を見ればいいの、いつの間にか関係のみんながスタンドに、おめでとう君たちの力は本物だ、その栄光にドローの家、そんなやめてください。俺たち、熱盛アナのおかげで参加できたんです。そしてこの大会で仲間になったみんなとの絆、熱盛ちゃんが戻ったぞーってプロデューサーが喜んでる。よし、ここで中継だ。中継してなかったんだ。3、2、1、つなげ。ガチャ。ガチャ。おっと、ここで中継が繋がっているようだ。なんと、君たちのチームメートがカメラの向こうにいる。おお最初に誘ってこなかった奴ら。チャマやべ見ていたと、すごい。お前たちを見ていて、俺たちも今野球をしたくてしまわない。もう一度俺とプレイしてくれないか、チャマくん。みんなが俺たちのプレイ見て、でも俺たち実はみんなに別れをつけて、このパスベースに来たんだ。果たしてそんな資格があるかどうか。何を言ってるんだ、あの仲間たちの目を、声を君たちが信じられなくてどうする。さあ、急いで帰るんだ。君たちのいるべきチームへ。チームメイトは君たちを待っているじゃないか。高校球児である君たちを、そうでやんす。そうでやんす。早いな、矢部くん。おいらたちみんなで本当の甲子園に出たいでやんす。そう、そのチャレンジ精神が君たちなんだ。はぁ。そういうことやな。未来を見据えて。君たちならどんなところが主張できた、君たちのネットをぜひ私に伝えさせてくれってことで、甲子園を目指すんだな。なるほど。なんかいい話だね。熱盛アナ、ありがとう。俺たちきっとバウル高校の一員として甲子園出場を待っているぞ、若者たち。さあ、今すぐ旅立つがいい。君たちを待つ未来へ熱くチャレンジだ。パワーフェス会場ゲート。いや、大変な大会だったでやんす。でも参加してよかった。たくさん仲間と一緒に戦うことができて優勝できた。それもこれも俺らの先はあったのことでやんすね。って、矢部くん、こんなことだけね。こういうところだけ。感謝されてもだけ、何言ってんだか。いや、本当にな。本当にな。で確かにそうだよね。エンディングとかあんのかな。矢部くんの積極性でここまで来れたのもあるよ。まあ、確かに。ふふふ。ふふふ。まあなあ。まあなあ。うん。全くもってその通りでやん。それに目標としていたスタンたちもしっかり確立できた気がするでやんす。これは手土産に。気が早いね、矢部くん。その前に今の野球部で甲子園でしょ。そう、プロ野球とか行ってないでね、甲子園だったんだよ。そうだったでやんす。よし、それじゃあ早くパウル高校へ持って野球部のみんなと合流だ。いいね。そして早速猛練習。オイラたちの夏はまだ始まったばかり。こんなパワフルフェスとかすごいところでさ、優勝しといて。甲子園。ねえ。まあ、そっち、盛り上がるのかな。ああ、マネージャー。ああ、ピッチャー活躍してくれた選手たちを叩いてますよ。友沢やばかったね、決勝のツーランじゃない。スリーラン2本だっけ。みんなありがとう。みんなありがとう。よく仲間になってくれた。田中勝は活躍しなかったけど、こいつ以外のチームメイトがね、スルメ大学が強いんだよ。乙女とかね。他の選手が強いんだよな。天王寺とかね。他の選手が強いんだよな、ここはマジで。いかにな。最後、きっちり、オリジナルの変化球で仕留めてくれた。うん、マネージャーもね、途中からついてきてくれて。まあ、最後な。大量高校大学だっけ。社長か。社長来た。ありがとう。いいメンバーだったな、本当に。ああ、つもりさんね。あつもりさん。まあ、ありがとう。うん。共産各社。黒獅子重工。だけ。むちゃくちゃ金持ってんだ。あ、神楽坂グループね。うん。金持ってそうだもんな。うん、なんて書いてある。わがま財団？わがま財団かな。ドスコイ酒造ね。ああ、もう、出てくるわけだ。参加したチームが。エンディングだ、これ。ミゾットスポーツ。ね。ドリル電気ね。いい話だな。タンポポ製作所。協力パワフルアイランドの皆様。住民の方々ね、ご迷惑をおかけしました。嵐を何回も読んで、制作 PTV、パワプロテレビかな。はい、ということで。終わり。ということで、できました。スーパーなスペシャル。いよいよ広島を日本一に導ける男、チャマの出来上がりです。その詳細な能力は、まあ明日の動画までお楽しみにとっといてください。あ、違う。ということでね、いよいよアレンジの広島に4番チャマ入れましたよ。オーダー、野手オーダーね。ここ。さあということで、いよいよ広島できました。DH。なんか知んないけど DH でとりあえず入れてます。まあ、この、荒井あたりと、一応1塁と2塁ができるんで、で、2塁はあんま得意じゃないんでね。で、菊池はいい選手。で、荒井がちょっと調子悪いんで、この辺と入れ替えて、広島を日本一にしようと思います。ぜひぜひ。応援よろしくお願いします。まあ、ペナントリーグそれでやりつつ、なんだっけ。他のモード、甲子園のやつ。なんだっけ、甲子園のやつ。ちょっと待ってね。甲子園のやつ。なんとかかんとか。栄光ナインとかも面白いんで、やっていこうと思います。ぜひぜひ見てください。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。これで一応パワーフェス編は終わりということになります。チャマをうまく操作して、あれはまあ、俺の腕次第ではね、広島を日本一に、あいつが引っ張っていけると思いますんで、ぜひぜひ、見てください。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。いよいよ、広島日本一編、スタートです。よろしくね。パー。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。